ちょいよ、ラジオです。今日もやっていくんですけど、今日は、ゲームではなく、クララリーグのね、ちょっとね、話をね、したいと思います。はい、なんですけど、クララリーグですね、新しくゲームモードが追加されまして、2v2 が一旦なくなって、でトリプルドラフトが入ったっていう話があるじゃないですか。そう、そこで今日ね、ポンスが初戦なんですよ。で相手がね TTG、っていう相手なんですけど、これがねめちゃくちゃ強いんですよ。めちゃくちゃ強いの、本当にめちゃくちゃ強くて、でこのね TTG っていうのが最近ねあったノーティルトっていう大会があるんですけど、32カ国の代表5人ぐらいでねこう戦い合うやつなんですけど、まあ日本はねちょっと理由があって棄権したのかな、確か。うん、なんですけど、それで優勝が中国で準優勝が韓国だったんですよ。そうで、その32カ国、もちろんその海外の有名なあのサジゴブとかも、ね、そういうのも出場してる中の優勝なんで、めちゃくちゃすごいですね。もうプロとアマのトップが集まってチーム組んでるって感じで、本当にその国の上手い5人をね集めたみたいな感じなんですけど、そこでね中国が優勝して、で TTG ってね中国のチームなんですよ。でそこにいた AUK っていうね昔から有名な、まあ、ノバとか、そう、世界大会優勝した時のノバにいたりとか、あとね、結構、2年目は、まあ、世界大会やっぱ一歩前までね、行ったプレイヤーとかなんですけど、そこがね、いる、結構強いプレイヤーがね、集まってるところで、めちゃくちゃ強いですね。で、ドラフトなんですけど、これですね、密かに、まあ、本垢でなんですけど、あ、もう調べればね、やるんでね、もう言っちゃうんですけど、こういう感じで、CRL、そのイーストチームで、こういう、なんだろう、スクリームっつってその練習試合みたいなねやっていて、こうやってね1時間のそのドラフトの大会とかあって、まあほんとね、まあ見ればわかるんですけど、この1ページ目に俺がいる時もあったり、そのね、そのなんだろう、リトルチェーンとかね、そう、そのまあこのここでここに剣爪師ダニーオーロラじゃないですか。でここにリトルチェーン、クスモンスターハイヤーで、ジャック、ライキジョーンズ、アーソンなんですよ。でここでもう全然安定しないんですよね。そうだけど、こうやってもうちょい見ると、まあ、アーソンとかいうやつが、また上にいたりとか、まあ、ここら辺とかはね、まあ、俺もちょっと5位で、まあまあまあって感じなんですけど、まあ、なんだろう。毎回、3回やって、3回上がれる人はいないんですよね。そう、ただ、3回やって2回上がれる人はいるんですよ。そう。って感じで、まあ、俺もね、たまたま、あれ思ったよりって、俺結構、細かい系が使えなかったりして、結構ね、あ、ちょっとドリップル下手そうだなって思ったんですけど、まあ、なかなかね得意だったりもして、そうなんですけど、まあそんな感じで、まあだから普通のゲームモードよりはみんなさんがね感じてるように運要素は高めなんですよ。そう、運要素は高めなんだけど、まあまあまあそこはまあ俺もね昔ちょっと別ゲーをやってる時に他のねプロチームを応援してる時あったんですよ。そう、プロチームのプロプレイヤーね、マジすげえな、こいつらゲームめっちゃうめんだけど、つってね。他のチームを応援してる時に、そのね、応援してるチームとか負けると、いやいや、この新キャラ強すぎでしょ、みたいな。早く加工しろよ、みたいな感じで言ってる時期もね、俺にもあったんですよ。そう、なんですけど、やっぱりね、今こうやってこういう、出る側に、ね、なってみると、やっぱね、その自分が勝った時も、負ける時もね、もちろんそうなんですけど、やっぱ運ゲーとかって言われるとね、ちょっとね、その運要素を減らすためにこうやって大会とかやってるじゃないですか。なんでね、若干ちょっとね、寂しくなるんですよね。そう、まあ、まあまあまあわかる。運もあるんだけど、その運要素を減らすために頑張ってるんですよ、僕たちは、みたいなね。そんな感じで、やってるのでね、まあ、この動画を見てくれてる人の大半は、結構、そのポンスをね、応援してくれたりね、まあ、ファブとかもですね、応援してくれる方もいると思うんですけど、まあもしねその応援してるチームが負けたとしましょう、まあそのトリプルドラフトが原因で負けたとしても、まあその運ゲーっていう風に片付けず、そのなんだろう、相手をまあ褒めたたえたりだとかね、まあそうまずすようなねことはやめてほしいなと思いますね。はい、って感じなんですけど、まあ今日はねこんな感じの動画で、まあ新、まあ俺らも不安ですね、もちろん。まあ今回そのオンラインっていうのもあって、盛り上がるかも全然わかんないし、まあ俺らはね精一杯、そのなんだろう、試合とかも会社でやるんですよ。そう、会社でやるんで、会場とかじゃなくて会社でやるんですね。そうなんで、でしかも今こういう状況じゃないですか、日本が。でもし外出禁止になったら自宅でやるんですよ、 CRL とかも。そう、そういうのもあって、まあすごい不安ですね。まあ俺ら自体もそのなんかちゃんと盛り上がれるかっていうのもあるし、まあ盛り上げるしかないんですけどね。そうだし、見てる側にもねそれが伝わってしまったら良くないので、まあ俺らからしたらね、もう絶対に盛り上げようという気持ちでねやっているんですけど、まあそういうことですね。なんで
まあ、今回はね、動画はこんな感じになるんですけど、まあ、ぜひね、まあ、そういう面も含めて応援をね、していただけたら嬉しいですね。で、あと、やっぱりその、クララリーグ、前回とかよりも、やっぱりそうなんだろう、楽しみっていう声が、まあ、結構あるんですけど、若干やっぱ、ちょっと少ないというか、もう忘れられてる感があるかなって、個人的にね、思ってるんです。まあ、そういう感じがなかったらね、申し訳ないんですけど、なんでね、こういう試合が始まる寸前とかも、まあ、もちろんね、選手の俺らもツイートするんですけど、こうやってね、応援してくれる方とかも、拡散とかをね、したりとか、あとはね、その引用リツイートとかで、そのツイッターですね、とかで、まあ、楽しみとかね、ツイートしてくれると、見る予定だったけど忘れてた人とかね、まあ一人でも多くで、ね、集まってくれたらね、まあ嬉しいなっていう感じでね、そういう感じのご協力をね、お願いします。はい、ということで、ね、まあ今日はこんな感じになるんですけどね、また次の動画でお会いしましょう。まあ次はリーグでね、お会いしましょう。はい、バイバイ。